アンプリアス、アンプリアス、メートルプユリスは、現在のスペインカタルーニャ州、アルトアンプルダーの地中海岸に存在した町である。紀元前575年、ギリシアの都市国家ポカイアからの植民者が建設した。当時の名称は、エンポリオン、で、市場を意味する。後に、ローマ人に征服されたが、中世初期になると海岸線が無防備で略奪が、横行したため、 町は放棄された。その遺跡は自治体、ラスカーラの北部産マルティー・ダンプリアス地区に位置している。駐車場もあるし、自治体中心地区のラスカーラから遊歩道を歩いて、向かうこともできる。アンプリアスは、フルビアー川、川口の小さい島に建設された町で、そのあたり一帯には、イベリア人部族が住んでいた。紀元前550年。 住民が島から本土に移住して、ネアポリス、ニアポラスすなわち、新市を建設したため、以前の島の都市は、パラヤポリス、ペイラヤイパリスすなわち、旧市と呼ばれるようになった。紀元前530年、母都市ポカイアがアケムネスアサペルシアのキロス2世に征服されたため、難民がこの新市に流入し、人口が急激に増加した。この一帯は、 カルタゴの勢力圏だったが、この都市は、なんとか、ギリシア文化を保持した。先住民は、近くのインジカという都市に住んでおり、その都市との政治的及び商業的合意が結ばれた。ちょうど、マッサリア、マルセイユとタルテスソスを結ぶ、沿岸交易路の中継点に当たっており、商業及び交易拠点として栄え、イベリア半島最大のギリシア植民都市となった。 ポエニ戦争の際は、ローマと同盟を結んでいた。紀元前218年には、プブリウス・コルネリウス・スキピオによるヒスパニア征服が開始された。ローマによるヒスパニア征服後もエンプリエスは独立した都市国家として残った。しかし、ポンペイウスとユリウス・カイサルの内戦の際に、ポンペイウスに味方したため、ポンペイウスが敗北した後で、自治権を失った。 この一帯を統治するため、インジカの近くに、エンポリアへ、エンポリアイという植民都市が建設された。それ以降、アンプリアスは徐々に衰退し、代わって、タラコ、タラゴナやバルチーのバルセロナが栄えるようになっていった。3世紀末には、スペインで初めて、キリスト教伝道者が入った都市の一つとなった。同じ頃、ギリシア人の建設した古い都市は放棄されたが、 ローマ都市カステリオダンプリアス、カステロディ・インペイユリイズは、造兵と儀礼的な中心地として存続したものの、旧世紀中頃にバイキングに襲われるようになって衰退した。後にアンプリアス白宇五二世、1七十八から1 1十七が造兵を再開している。この都市の正確な位置は十五世紀から知られていたが、体系的な発掘調査が開始されたのは二十世紀に、 なってからである。最初の公式な発掘は1908年、バルセロナ博物館委員会、ジュンタデミューズアスでバルセローナにより行われた。発掘は今も続いている。パライアポリスのあった島は今では本土の一部となっており、中世紀にはサントマルティディ・インペユリーズという村があった。その頃の港も完全に泥で埋まっており、発掘は 今のところ行われていない。なネアポリス建設後、旧市はアクロポリス、要塞と神殿として使われたと見られている。ストラボンはここにアルテミスの神殿があったと記している。ネアポリスは200-130メートルほどの不規則な形状の市街地からなり、市壁で囲まれていた。市壁には紀元前5世紀から紀元前2世紀頃まで改修を繰り返した跡がある。 西側の壁は、ネアポリスとイベリア人の町であるインジカを隔てていた。ネアポリスの南西部分には、様々な神殿がある。アスクレーピオスの神殿などの古い神殿を、アルテミスの神殿に転換したものがあり、大理石像が出土している。南東部分には、ゼウス・セラピスの神殿がある。発掘された建物の大部分は、ヘレニズム期のものである。中には、 モザイクや壁画で装飾された建物もあり、アゴラや防波堤などの公共建築物も,も見つかいる。ローマ属州時代には公衆浴場や原始キリスト教のバシリカが建設された。紳士の南及び東にはネクロポリスがある。ローマ都市部分はこれまでに二十パーセント程度しか発掘されていない。典型的なローマの軍事基地の長方形の外区であり、 二つの幹線道路がフォルムから伸びている。ローマ都市はギリシア都市よりもかなり大きい。共和制ローマ時代にローマのカピトリヌス農家と同様のユーピテルという農とミネルーアを祀った神殿が建てられた。アウグストゥスの地勢下でバシリカ、集会施設とクリア、議事堂が追加されている。街の東部から大きな住居がいくつか発掘されている。中庭があり、 別当がいくつもあって、床はモザイクで壁画がある。期限2世紀には、塔のない紙壁で囲まれていた。紙壁の外に、アンフィテアトルムとパライストラが建設されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。